山口18山口1810月1日から1937年1月30日は、日本の陸軍軍人。不評第十一旅団長、この絵第一旅団長を歴任する。最終階級は、陸軍少将、死者陸軍大将を務めた男爵、山口祖神の養子氏。妻は、山口総太郎の次女で、小玉玄太郎の養女、縫い。大がい介の四 男として生まれる。1899年11月21日に陸軍士官学校を卒業し、翌年6月22日、陸軍不評少位に任官。1904年9月17日、養父山口祖先の皇居に伴い死者を就職した。不評注意を経て、1909年陸軍大学校を卒業。この時の同期には、 寺内ウ一元水陸軍大将、上田健吉陸軍大将がいる。第13師団参謀に発令。その後、不評将校として累進し1920年8月10日、不評大佐に進み、この絵師団司令部府を命ぜられる。1923年8月6日、不評第15連隊長に進み、翌年8月、陸軍少将、不評第11旅団長に就任する。 1927年3月5日に、陸士、陸大ともに、同期の森連少将の後任として、この F 表第一旅団長に移る。1929年7月30日、予備役編入となる。ありがとうございます。